はい、今回最後の回答です。社労士さんがなんでね、一人企業に必要なのかってことなんですけども、そうですね、2つの見解をお話しましょう。1つは、私一人で会社やってるんですけども、特にね、法人を3つ同時に運営してるんですよ。で、それぞれ1人というか、1人で3つの法人やってるんですよ。で、社労士さんはそれぞれにつけてます。で、これが1つのもう論より証拠なんではないかなと思います。なんでいるのって言っても、私がこの社労士さんをつけないことによって、もしくは弁護士さんとかね、他の事業の方をつけることによって、そっちの方がメリットがあるんだったらそうしてます。当然そうじゃないからそうしてるってことなんですよ。社労士さんが一番につけた方が良かったなと総合的に考えてやってるからなんですよね。まあ、これでもう十分なんじゃないかなと思うんですよ。で、細かい事情を話すと、多分そのなんでそうなのかってもっと分かんなくなると思います。難しいんで。で、それをすごく簡単にお話しするのが2つ目の理由ですね。2つ目の理由、例えば税理士さんをつけた場合、税務相談はできますけども、労使相談は多分できないと思いますね。それから対外交渉ですね。私の会社っていうのは対外交渉、基本的に私が行かなくてはなりませんけども、社労士さんに代行させることもできるんですよ。社労士さんはそれをやってくれるんですよね。ということで、自分が動かなくてはならないのか、顧問契約してる社労士さんが代行してくれることがいくつもいくつもあるのかってことになります。で、従業員さんをね、雇う雇わないって問題についても、結構ね、補助金とかを使うってことでしたら、助成金を使うってことでしたら、別に一人の会社でもトライアル雇用って言って、試用期間半年とかで、人を採用してね、アルバイトを採用して、その分給料を助成金で出してもらって、で半年後に社員にするか解雇するかってこともできるわけですよ。そうなると会社としては負担なく人を雇うことができるってことになりますよね。これは大きなメリットではないかなと思うんですけども、そのための手続きをしてくださるのが社労士さんなんですよ。社労士さんに顧問料をプラスアルファで5万円とか払えば、その処理を全てやってくれるんですよ。その結果、毎月毎月決まった金額が助成金から支払われて、それ会社に入るわけですからね。で、会社から従業員さん、アルバイトさんにトライアル雇用のバイト代を払うみたいなことをすれば、これでも利益が上がることになりますし、まあそういうことをね、助成金で儲けようなんてこう せこい考えじゃなくても、それを利用することによって顧客が捕まえられるんですよ。なぜなら、アルバイトで来てくれた方っていうのは自分の業務をね、知ることになりますよね。で、その人にセールスかければいいんですよ。社員に社員というか従業員さんにね。で、トライアル雇用が終わった後に魅力を感じていただいたら、商品買っていただけるってこともできますよね。ちょっと話が脱線しましたけども、どちらかというと社労士さんの方が扱う範囲が広いんですよね。で、会計士さんは会計だけ、税理士さんは税務相談だけ、弁護士さんも得意分野があるってことなんですよ。で、総じて言うと、社労士さんもホームページを見ただけでは一般的なことを書いてますけども、私がずっとね、指名している社労士さんっていうのは、私との付き合いで私の会社に向いている社労士さんなんですよ。社労士さんもカバーする範囲が2000種類ぐらいあるんで、全部は網羅してません。ですから、店舗の得意な社労士さんとか、会社経営、大規模会社経営の得意な方とか、インターネット、YouTube が得意な社労士さんとかいるわけですよ。ということで、私の広島観光という会社、その他、速稼塾というね、こういった組織を運営してますけども、そこにとってもマッチしていて、私の事業に共感してくださって、私を応援してくれるという人がいないかなと思ったら、今の顧問さんがいらっしゃったんで、ここにはいくらお金を払っても惜しくないかなと思います。とは言ってもですね、この事業の方に仮に月間10万払ったとしても、役に立たない、言い方悪いですけど、役に立たないアルバイト15万で雇うよりはね、ものすごく会社のパフォーマンス上がります。従業員さんを10人雇うよりも、1人の社労士さんの方が圧倒的な力があるということですよね。もちろんですね、経営者が社労士さんをきちんとね、扱いきれるかどうか、扱いきれるって言ったらまたね、失礼な言い方になりますけども、扱いきれるかどうかっていう力量も問題なんで、厳しいこと言います、すいません。社労士さんがなんでね、そんなに必要なのかってことがわからないんだったら、社労士さんを扱うことは当然できませんので、まあ一人でやればいいんじゃないかなと思いますよね。一人でやるとかなりね、煩雑な売り上げに関係ない作業で、多分時間もお金もやる気もそがれるんではないかなと思いますけどもね。まあでもそれも私の見解ですから、なんかね、完全一人でやってうまくいる人、やっている人もいると思いますんで、一人で YouTuber としてやるのもいいかなと思いますし、一人で FX のね、プレイヤーとしてやるのもいいと思います。ただ本当にね、雑務とか書類ごととかね、むちゃくちゃ面倒ですから、私はそれを丸投げした方がいいかなとは思いますけどもね。それでは失礼します。